はぁ、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 うは、うほ、げほげほ、げほ、げほ、うは、あいつら密戦していたようだけど、私のことも忘れていないかしら？せいぜいこれが限界なんだ。手下をこき使ってばっかり。ふざけるな。だから言ったじゃない。私はあんたを倒すなら、どんな手を使ってでも、必ず殺すとね。言葉ではこぼせないこの思い、胸の中で広げていた。くだらない会話でさえも鮮明に映った。お前は怪物を出してばっかりだな。お前の全力は出せてないってわけだ。出せてないんじゃなくて、出してないだけよ。あんたみたいな雑魚に、本気を出す価値はないわ。これ以上、戦っても体力の無駄、労働の無駄、というわけよ。幻想郷を守るだの、異変解決をするだの、そんなもの、想像文にとってはくだらん。クズどもが吠え面かきまくっているということね。今だけ強がれるということか、弱者不勢が。今の幻想郷を見なさい。この世界は老垣に変えられているのよ。あんた一人、いや、あの妖精不勢どもと一緒に何ができる？想像文を変えることはできないわよ。たとえ自分が弱くても、仲間を結成すれば、合わさった力は一つになる。強い相手が来ようが、工夫すれば必ず勝てるんだ。あんたたちは本当にそればっかりね。まあいいわ、今のうちにだけそう吠えていればいい。さて、おしゃべりはおしまいよ。な、影分身の術だと？いつの間にそんな技を覚えた？なーに、最近覚えたのよ。ここぞの時に使うことでしかできない技だけどね。しかもその代償に、体力がかなり減るんだけどね。く、どちらかが本物で偽物か。体力もない。このままだと選ぶより、先に倒れてしまう。さあ、どうする？どちらかを選ばないと、あんたは死ぬわよ。どちらかを選べば、決着はつくわ。待たないわよ。もう、勘で当てるしかないな。そろそろやつと決着をつけなくちゃいけないな。こうなれば一か八かだが、必殺技を使うしかないな。50の確率で勝敗がつく。もうやるしかないな。いい、霊か、
たとえ、相手が分身を使ってきたら、心を研ぎ澄ませ、心を落ち着かせて冷静になるのよ。そうすれば、相手が本体か偽物かで、オーラでわかるわ。あなたならできるはずよ。そういえば昔、お母さんからたとえ、相手が分身を使ってきたら、心を研ぎ澄ませ、心を落ち着かせて、冷静にしろと言っていたな。そうすれば、相手が本体か偽物かで、オーラでわかると言っていたわね。さあ、どちらか選んだかしら？本物は、お前だ。な、何？全員逆絶景。私の勝ちだ。な、なんだと？どっちも偽物だと？じゃあ、本物の優香は一体どこに？ぐ、はは、残念ね。どっちかが偽物か本物だと思ったかしら？私がそんな致命な行為をするわけないでしょう？な、なぜ？お前はどこから出てきた？まさか、分身は一人だけ出せるんじゃなかったのか？私は分身の術をコントロールすることも可能。二人の分身を出しながら、私は密かに距離を取っただけよ。あんたがオーラを探ろうと想定し、あえて分身にオーラを開け、私は遠くで自分が察知されないように、オーラと気配を消した。こうすれば相手の隙を取り、油断したところで、大きな致命傷を与えられるってわけなのよ。つまり、奇襲攻撃というわけよ。バカな。あんな大妖怪が、こんな技を習得するなんて、想定外だ。どうやって習得したんだ？もしや、想像分からか？その顔、どうやって影分身の術を取得したのかって顔してるようね。想像分からこの技を伝授してもらったのよ。あまり使える技ではないけど、かなり使いやすくて回避にも使えるわ。あんたも想像軍に入れば、この技を伝授してもらえるわよ。入ることをおすすめするわ。ぐは、がは、そ、みな甘い、誘惑で、私が、入る、ものか、がは、今、の分身、で、体力が、かなり、減った、はずだ。はぁ？はぁ？確かに、今でも疲労に来るわね。やっぱり、この技を使うと、かなり体力を消耗するわね。でも、決着はついたわ。あんたをここで殺せば、すぐに妖精どもを始末して、あの方から貢献してもらうわ。そして、正式に創造軍の幹部に昇格し、天皇まで上り詰めるのよ。そんなふざけた自分勝手の望み、自分のことばかりだけ思って周りには何とも思わないのか？私が昇格できるなら、どんな手を使ってでも昇格してやるわ。いちいち仲間のことなんかどうでもいいわ。相手をいじることも好きだし、さっきのように駒を酷使したり切り捨てることもするわ。だから、仲間なんざ、ゴミ同然よ。捨て駒としか見ていないわよ。そ、操られてから、冷却非道な性格になって、下道に落ちているな。卑怯者が、
負け惜しみや負け犬が発する誰事は、あの世に行ってからいくらでもわめくといいわ。所詮、あんたは私にとって敵ではないわ。その程度の力では、この幻想郷を救えないわよ。おしゃべりはここまでよ。さあ、ここで死ね。